お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは？馬毛島が日本国防のように、自衛隊基地と米軍拠点設置で隣国戦線供給をお送りします。皆さんも日本が島国であることは知っていると思いますが、北海道、本州、九州、四国以外にある日本領有の小さな島々が6852島もあるって知っていましたか？日本は日本近海にたくさんの島を領有しています。本土だけでなく、そういった本土から少し離れた島に軍事拠点を持つことが防衛上大切であることは皆さんもイメージしやすいのではないかと思います。そんなたくさんの島の中の一つに、鹿児島県の馬毛島という島があります。鹿児島から見て、南の東シナ海、種子島の西隣に浮かぶ馬毛島は、約8平方キロの無人島です。小さい島にしては珍しく、写真を見てもわかる通り、とても平らな地形なんです。普通小さい島ってとんがった山が、ポツンと海に浮かんでるイメージですよね。そんな独特の地形を有している馬毛島は、滑走路を敷設するなどの軍事拠点を建設するには、もってこいの地形であると言えます。この馬毛島で、日本政府は、米軍艦載機の陸上空母離着陸訓練をするために、米軍拠点設置と、自衛隊基地を建設しています。空母艦載機着陸訓練 FCLP とは、米軍の飛行機のパイロットが、飛行機を空母へ着艦させるために必要な訓練です。確かに、陸上に飛行機を着陸させるのと、陸に比べたら、滑走路が短い空母へ着陸させるのとでは、パイロットが必要な技術が違うのかもしれませんね。この空母艦載機着陸訓練は、昭和48年に、三沢飛行場、岩国飛行場で開始し、昭和57年からは、厚木飛行場で行われていました。しかし、飛行場近辺が発展し、市街地や住宅街が近隣に増えるようになってから、特に夜間の訓練での騒音問題が発生するようになりました。また、米軍側でも使用している各飛行場だけでは訓練が十分ではないということで、違う場所での訓練地確保を希望していました。そこで、米軍には一時的に硫黄島で訓練をしてもらい、最終的には、馬毛島に訓練拠点を置き、同時に自衛隊基地も設けることが決まりました。在日米軍の駐留経費の負担については、日米交渉が重ねられているところなので、馬毛島基地を建設することで、経費負担交渉を有利に進めたいという日本政府の意図もあるようです。自衛隊基地も敷設することが決まったのは、南西諸島に設置されている自衛隊施設が少なくて、緊急時の活動拠点としてだけでなく、通常の訓練においての拠点も必要だったからです。また、皆さんも知っての通り、日本周辺では、中国、隣国、北朝鮮による日本領海への不法侵入が頻発していますよね。尖閣諸島や竹島周辺海域の防衛のためにも、近くに自衛隊基地があることは必要だと思います。そして、その自衛隊基地のそばに米空母が寄港しやすい設備を整えることで、対外的な抑止力も増えると考えられます。馬毛島に自衛隊基地だけではなく、米軍拠点も設置することは、日本にとってメリットがあるということですね。また、馬毛島の位置的な戦略価値もとても高いのです。もし、日本の F-15J、F-35 と米軍の F-22 戦闘機が馬毛島に配備されたら、中国の北京と上海の両方が作戦半径に入ることになります。万が一、沖縄が大陸からの侵攻を受けたとしても、航空支援をすることが簡単になります。そして、現在、南方や台湾に継続的に領空侵犯している中国の爆撃機への防衛にも、有利なポジションを確保することができます。位置的に中国の顎の下に刃先を向けた島と言えるんですね。米軍は空軍訓練施設だけでなく、馬毛島に探知距離 2000km と言われるサードを配備して、中国西部の動向把握力を高め、
ホンダ防衛レーダーである HDR も配備すると決定しています。加えて、米空軍所属の戦闘機も、馬毛島に配置する予定です。アメリカの CNN も、有事の際、馬毛島は、米海軍の不沈空母として使われる日が来るかもしれないと報じています。先ほど解説した空母艦載機着陸訓練では、パイロットの空母への着陸スキルを上げるだけでなく、空母に搭載された飛行機のパイロットにとっては、資格取得のために必須の訓練。日本も空母となる護衛艦等を所有しているので、自衛隊が空母艦載機着陸訓練を馬毛島で行う予定ももちろんあります。もし、日本国内に訓練施設がないとなると、訓練を受けるために、米空母やパイロットは、その都度アメリカ本国に戻る必要があります。空母艦載機着陸訓練は、通常年2回実施しています。1回の訓練で、アメリカの空母が、馬毛島に約1ヶ月滞在することを考えると、年2回なので、年間約2ヶ月、馬毛島にアメリカ空母を滞在させることができるんですね。これだけでも、十分近隣諸国への抑止効果があるとわかると思います。空母の滞在期間が長くなるだけでなく、訓練は日中から深夜にかけて実施されることから、24時間体制での抑止力効果も見込めそうです。馬毛島の自衛隊基地は、陸海空自衛隊が通年使用する計画になっています。自衛隊の通常訓練のための施設としてだけでなく、整備補給などの後方支援の施設としても利用されます。計画では、馬毛島に滞在する自衛隊員は150名から200名とのことです。このような対防衛において、戦略的価値の高い島や土地は、日本政府だけでなく周辺諸国が狙ってきてしまいます。しかし、日本政府もそれに負けず、お金に糸目をつけないで土地購入を進めていきます。日本は民主主義と資本主義を採用している国なので、土地の売買は日本政府や日本企業、個人だけでなく、海外の企業や個人も購入できます。それは日本人だけでなく、地球に住む人たちに平等に権利を与えるべきだという日本の自由主義社会が成熟していることの表れともいえ、日本が誇るべき点ですね。しかし、それを都合のいいように利用して、日本への悪意を持って重要な区域の土地を購入する海外勢への牽制もまた、日本の安全保障上必要ではあるんですよね。今後は、そのような日本領土内の土地を悪意ある外国人が購入することを禁止する法律が必要でしょう。実際、国会ではこの法律の成立を目指しているところです。今後も、日本に悪意ある目的で重要な土地が他国籍の企業や個人に売られてしまわないよう法整備を進めることは日本の安全保障上とても大切だと思います。しかし、この馬毛島への新しい自衛隊基地建設と米軍拠点の建設は周辺諸国にとっては日本の挑発行為にも見えてしまっているようです。隣国のネット記事に日本が絶対沈没しない不沈空母に馬毛島を改造、米軍基地も建設という記事がありました。内容を要約してご紹介します。馬毛島の戦略的価値は想像をはるかに超える。沖縄が中国から侵攻を受けても航空支援がすぐ行える。中国の爆撃機への防御にも地理的にとても有利である。馬毛島の位置はまさに中国の下に刃先を向けた島と言えるだろう。日本は馬毛島に航空自衛隊150名を配属させ、自衛隊 F-35 を配備するとのこと。これだけでは収まらず、アメリカの軍事利用も積極的に支援する予定なのだ。こうなると、日本の脅威がさらに高まっていく。この記事は隣国のネット上で大きな話題になったそうです。さて、この馬毛島への軍事拠点建設に関して、隣国の人々は、どのような反応を見せたんでしょうか。反応コメントを見てみましょう。隣国の反応。いわば、日本が大型不沈空母を建造してアメリカに貸し、アメリカと共同使用する格好だね。
これでは、我が国もアメリカと仲良くするしか生き延びる手はない。馬毛島は我々にとって脅威だ。軽空母と原子力潜水艦、射程 1000km 以上のミサイルを保有する必要があるな。そうしないと、日本を止められない。我々は、チェジュ島に基地を作ろうとしているが、反対に遭っている。その間に、日本が、こうして軍備を整えている。結局アメリカ頼みってことだろう。米軍の介入さえなければ、我々の優位は揺るがない。我々も、中国と手を組んで、日本から我が国を防衛できる不沈空母を持たなければならない。準備は、しても実際使うことはないだろう。むやみに日米を挑発してはいけない。アメリカは核ミサイルを持っている。ドクトと第7航空が危険だ。日本は、こんな風に、着々と準備を進めている。一次大戦で負けたドイツが、協定を破り武装して、二次を起こした。ポーランドは、油断して3日で合併された。警告もあらかじめ備えなければそうなる。米国は、我が国より、日本をもっと好む。我が国は、空母一隻作るのにも、ぶつぶつ言う奴らの天下なのに、日本が羨ましい。極超音速ミサイル開発速度から見て、つまらない空母、軽空母はお金の無駄。このように、戦略要衝地の島に先端軍事基地要衝を構築するのが正解。中共を捕まえる最高の要衝地になるね。チェジュ島なら、より、一層中共を捕まえるのにいいのに。日本と同盟を結ぼう。それが生存方法だ。やはり、頭がよく回るね。親中親北にこだわる誰かと比較できるね。以上が隣国からの反応でした。続けて、日本のネットユーザーの反応も見てみましょう。日本ネットの反応。第7艦隊やアメリカと協力して防衛するから、日本は絶対に沈まない。陸地の空港の多さと、日米合わせた時の空母の数を連携運用させるところが、他の国とは圧倒的に違うところ。本来なら、日本の防衛戦略に、何の関係もない隣国だが、日本を敵視するあまり、いちいち難癖をつけけてくる。事実上、日本に実害を及ぼすなら、日本としても、仮想敵国のリストに加えるべきなのかもね。空母の保有数は、アメリカが、世界1位で24隻、2位がイタリアで5隻、3位が、日本とフランスで4隻。隣国はゼロだね。本気で、日本が隣国を狙ってるなら、対馬とか壱岐とか五島列島あたりに基地を置くと思うけどね。今後の隣国の出方によっては、そろそろ、対馬には、基地を考えた方が良さそうだけど。また、隣国は、日本を真似て、どこかの島を空母にすること言い出すのか？それだけの余剰戦力もお金も確保できないのにな。日本列島自体が100以上の不沈空母の修道体なのを知らないのかな？一つの空港を潰しに来ても確実にその無防備な帰り路を他の空港から飛び立った日本の戦闘機が襲う配置網なんだよ。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、今回は日本国外の状況と馬毛島の軍事拠点建設に関してお話ししましたが、馬毛島に軍事拠点が建設されることで、国内でもいいことがあるのではないかと思っています。無人島で周りが海だから、日本国民が基地によって騒音に悩まされないということだけではありません。馬毛島近海で漁をしている沖縄や鹿児島の漁業関係者にとっても、安心して漁業を行える環境になるのではないかな、ということです。報道が少ないですが、
中国戦闘機などが日本領空内に入ってくるかもしれないということが相次いでいます。不安の中で漁業を行っている方たちも安心して仕事ができるようになったり、馬毛島から離れた鹿児島県内や九州においても近くに基地がある安心感は得られるのではないかなと思うと、早く馬毛島に基地が建設された方がいいようにも思えます。ちなみに基地といえば問題になりがちな騒音問題などですが、建設過程からすでにテスト飛行をして騒音測定を行い、遠く離れた場所に住む日本国民に迷惑をかけないか慎重にテストと試験を重ねながら建設を進めているそうですよ。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。